こんにちは。私の家の近くだと週に2回マルシェがあるんですけれども、他の日が楽になるように作り置きをすることもすごく多いので、今日は私が好きでよく作ってる作り置きを9品作っていきます。こんなにたくさん買ってます。これ以外にもフルーツとかも、これで週の半分大体持つかなって感じです。まずこれはおまけなんですけど、私昨日作ったスパイシーレモネードなんです。これもうこれね、本当に最高に美味しくて、無農薬レモンの皮を取って輪切りにしたものに生姜もちょっと細かくして入れて、クローブとカルダモンとシナモンスティックも入れて、蜂蜜をひたひたに注ぐぐらいで出来上がりなんですけれども、なんか仕事を日中終えて料理作る前に、夜ご飯作る前とかってちょっとなんかシュワッとね、なんかこんなに暑いとしたくなるじゃないですか。でもなんかお酒とか飲むと疲れちゃうんで、その後いろいろやることあるし、めちゃくちゃ美味しいんですよ。では早速どんどん料理していきますね。これを沸かしてる間に他の野菜をボンボン切っていきます。これはアスパラチュソバージュって言って、で野生のアスパラなんですけど、なんかちょっと加熱するとネバッとしてちょっとオクラっぽい食感になるので、これを入れます。漬け汁を用意しておきます。だし汁3カップも、私は茅の屋のだし使って、に醤油とみりん、オクラです。大量じゃないですかこれ。めっちゃ多いオクラ、全部ね量が多いんですよね。こんな感じでガクを取ります。同じもんを茹で、そのままオクラをいきます。はい、次アスパラチュソバージュです。これはおひたしの裏技的な感じなんですけど、この漬け汁を半分だけ、残りの半分で茹でてギュッと絞ったほうれん草入れます。で一回なんかここで洗う感じでジャブジャブジャブしてからこっちに合流します。おひたしの葉物野菜ってすごく味がぼやけやすいんで、ここで一回味を入れることによって余分な水分が出てとっても美味しくなります。次にキノコで炒め物をします。マッシュルームとエリンギを使います。ごま油熱してマッシュルームとエリンギを炒めます。蒸し焼きにします。味付けは基本的には醤油で、ここにちょっと黒酢が入るとさっぱりするので、黒酢を入れます。もう火っていうかガスっていうか IH を使うのは終わりなんですけど、一回グラノーラ作りを始めます。 200g のオートミールに蜂蜜も入れます。もうこれは我が家の必需品で1週間に1回は必ず作っています。ケチャップはフルーツとかと一緒に食べることが多いので甘さは控えめにしています。次は何かと使えるトマトのミニトマトの前菜を作っておきます。お肉とかお魚焼いた時に付け合わせにもいいし、なんか忙しくてパスタしか作れないみたいな時もこれがあるとさっぱりするので、献立がとっても助かる作り置きだと思います。食べやすく切ったミニトマトに、みじん切りにして水にさらした紫玉ねぎを入れます。別に普通の玉ねぎでもいいんですけど、紫玉ねぎだとちょっとなんかまたこれもスタイリッシュな感じになるかと思います。でオリーブオイルを回しかけて、レモン汁します。ここにニンニクのすりおろしを4分の1かけ分ぐらい、うちのカレーがですね結構嫌いなんですよ、生ニンニクが。なので本当にちょこっと入れます。やっぱりね、あるとないとじゃすごい違うので入れます。混ぜておしまい。うん、あれ冷えたら超美味しい。ナムルはですね適当ですが、ごま油回しかけて、すりごま入れます。
けはお塩だけって感じなんですけど、美味しい六助塩を使って。サーモンは、食べる分だけ塩麹で漬けます。食べきれない分は、冷凍しました。で、これ塩麹で漬けとくと、すごい味が染みて美味しくなるので、ホイル焼きとかにしても美味しいし、あとは私結構好きなのはレモンバターソースにしたり、キノコクリームソースにしたりとか、洋風にするのもとっても美味しいです。これは、漬けるだけ。最後に豚肉をローズマリー漬けにしようと思います。ニンニクは潰すとすごい香りが出るので、木べらで潰します。じゃーん、オリーブオイルかけて塩をショーをして、こういうなんか保存袋に入れて、で潰したニンニクとローズマリーを入れて、で空気を抜いて置きます。そうするとね、すごいいい香りで美味しくなります。できました。美味しそう。なので全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 品。まずはおひたしです。これもひんやり冷やすとすっごい美味しくって、で鰹節をねかけて食べるとさらに美味しいのでおすすめです。日本にいらっしゃる方は三つ葉とかモロヘイヤとか加えてもとても美味しい。あとわかめもねすごい美味しいのでおすすめです。あとはこれはブロッコリーはただのナムルです。でインゲンはこれは塩茹でしただけなんですけど、ごまと醤油でごま和えにしたり、チャーハン、うちの娘はチャーハンがすごい好きなので納豆とかと一緒にチャーハンに細かく切って入れたりとか、あとは、お味噌汁になんか緑のものを入れとくと温め直すと色が悪くなっちゃったりするじゃないですか。なので最後に彩りみたいな感じで入れることもよくあります。あとこれはミニトマトのマリネですね。あとはもういつものココナッツのグラノーラ。ココナッツヨーグルトと食べるのにすごいハマってて、ココナッツヨーグルトとパイナップルとか、まあ、好きなフルーツ入れて、よく食べています。キノコの黒酢炒めは倍量作ってもよかったかもしれないです。なんか想像の5倍ぐらいキノコってちっちゃくなるから、でちょっと多くすればよかったです。でサーモン、ただ塩して焼くよりも味がしっかりして美味しくなるので、味が染み込むのでおすすめです。豚肉ですね。週に2回ぐらい私は お肉料理を作るので、オリーブオイルを敷いたフライパンで焼いてレモンをかけて食べるとすごく美味しいです。以上で作り置きはおしまいになります。ちょっとね作り置きすると疲れるので、今からまたレモネード飲んで、なんか夜ご飯パスタとかでいいかなと思ってるので作りたいと思います。今日は体と家をですね、もうちょっとヘルシーに整える日にしたいと思います。では早速朝ごはんを作ります。できそう？すごいじゃん。 Today? Music Day? Yeah! Yeah!Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Oui, je prends crevettes sauvages. Bonjour. 今マルシェから家に帰ってきたんですけど、今日は水曜日で本当に数時間で幼稚園はもう水曜日は終わっちゃうので、急いで家のことをやってお迎えに行ってきたいと思います。ありーちゃんのままにと一緒に作ったピッチ
ちゃマルゲリータ。これあるね。ねえ。これ美味しそう。うん、それ買わないよ。こっちも食べようよ。うん、うん、セブンって書いてあるね。食べたい。それ見せて。マスター何する？ショコラ？これフェーズ。あ、フェーズ。はい、はい、じゃあそれにしよう。最近ハマってるおやつはこのデーツドライ、なんかちょっと野菜屋さんで買っててセミドライっぽい感じですけど、デーツの間に 100% とかのすごい苦いチョコレートを押し込んで、これもめちゃくちゃハマってるおやつです。ニジェルはニジェルかな。でこっちがルピネスっていうルパンって、これすっごい可愛い。ルパン？そう。ルパン。もうなんかお花が綺麗なので、もう本当に束ねを合わせる。だからどうやっても可愛くなるんですよ。でこういう長いのをちょっと上に出してあげて、散歩しながら花束作るのが一番好き。すごい続くと可愛いです。なんか街とか歩いてもジャルダンがこうすごい、路地裏のジャルダンがすごい綺麗にしてるから、見てるだけで自然に多分意識が入ってくる。なんか高いのと低いのと上手で足元と。上手だね。本当ですか？もう嬉しい。すごい上手だよ。かわいい。なんかこのヤグラの層がまたピョンって出てて。これでどうでしょう？はい、いいと思います。そうそう。かわいい。Ou en japonais? En français. Alors, bienvenue chez Oi. On est le premier hôtel yoga de Paris. Et on est dans l'espace Floreria, qui est l'espace qui est occupé par Chiaki Kokami. On est aussi un hôtel avec tout un étage qui est dédié à la pratique du yoga. Donc on fait entre 5 et 6 heures de cours de yoga par jour. Mais on fait aussi des ateliers holistiques comme du sound healing, de la sophrologie, de l'aromathérapie. On a 22 chambres, toutes pensées autour du yoga et du bien-être, avec des barres de danse à la place des télévisions. Tout a été construit en fonction des codes du Feng Shui pour que l'énergie circule mieux dans le lieu. On a une couleur un peu verte dans les murs qui juste rappelle la maison, on se sent donc bien dedans. Et on a notre restaurant Mesa, qui est notre restaurant qui est 100% à base de plantes. Et la carte a été développée avec notre chef Lorraine Lovat. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.